ここんばんんんばばはは皆さん今日は2つため撮りでいくよ。 日本だてなんで、うん、ちょっともうまだ頭の中が豚汁の話でいっぱいなんで <laughs> ぜひ前回の豚汁の話聞いてくださいな <laughs> もうこの収録1本目終わったあとにもずっと豚汁の話してたね豚汁って言っちゃった瞬間のあの空気の違い方、まままうん、変わり方、うん、もう一瞬にシフトしたないやもう始まってしまったと思ったもん <laughs> 私はもうやってしまったって <laughs> ここで豚汁の話してしまったってやっぱり食べ物の話盛り上がるでしょう今唾飲み込んだね入れ食べ <laughs> ごっくんと唾を飲み込みました。これ <laughs> 前言ったじゃんほら早く二回目やろうやって。そうじゃね。<laughs> 食べ物の話ややいやでもだったらもうよだよだネーパーズからもう食べ物専門ラジオにしとけって話じゃない。<laughs> <laughs> あ<ー>食べ物必要よ,よ。うよもう有料会員制で食べ物の話でやる。<laughs> まあそんなプロじゃないからねたでもそのそのさ微妙なラインがいいんでしょうこのわかるそうじゃないちょっと食べ物好きだ好き食べ物は大好きだしちょっと食べ物のこと知ってるけどプロじゃないですっていうラインがいいいだってもう大体の人がそうじゃんあそうですね食べ物好きでもプロじゃないよ食べ物好きそれでさ私さしゃべりたいことがあるんだけどさまた豚汁くる <laughs> 脂の,の入った豚使いよってまた来るが <laughs> 薄切りの熱い油揚げ使いよい明,日明日絶対豚汁作っていく絶対豚汁かなさすがに、はい、薄切りの豚買ってくれって言ったんだけどさ脂付 <laughs> きのさ、うん、あのほら日本の人ってさめっちゃ舌超えてんじゃん他やっぱりね,そうね他の国と比べてなんか日本人は食べるのがやっぱ好きほらテレビつけて何の TBS をやってても絶対食ってんじゃん, <laughs> なんか絶対食ってんだろ <laughs> ってこのまま思ったもん食ん 食食食っっってててるるるよな TV ショーでも絶対に何かしら食べるっていうの。でさでやっぱりそのさみんな食べることが好きだし食べる文化がやっぱりさ広がってるっていうのもあるんだけどさあのその私前回その日本に帰った時に、うん、あ,のあんまりよくわからないわけ食べログとかあ,<ー>ああいうサイトの使い方がわからないんだけどでも一回自分の地元に帰った時 <laughs> まあその東京にいた時もそうなんだけどさ お店でさ、なんかあ今ここにいますで、ここら辺にあるレストランってどんな感じなのかなとかって調べる時に調べ方が分かんなくてねうんでとりあえずマップで、うん、<laughs> Google のマップとかで、うん、iPhone についてマップとかで、ね、とりあえずレストランとかって打つとパパパパ,パッと出るそこでいろいろ見てるとさなんかそのレビューに飛べるんだけどもそのレビューが大体食べログとかそういう感じのサイトに飛ばけ。うん、でさ、さ見てるとさみんなすっ 辛口いや厳しいマジで厳しいよゃ厳しくない日本人のあの食べ物で私なんか食べ,食べログで四とかついてるあんって大体三か三点五ぐらいじゃないそうなわけないよ量もないよ五なんてでしょうめったにないよいそうよで,もでもさそのれそ,それで三点五とかでじゃあじゃあ食ってみようかって食うじゃん普通に、ね、これ五以上じゃないんですか、うん、スターっていうレベルだよなだ、うん、かめっちゃ厳しいまあ、それはさ あのなんだっけその日本に帰る時に合わせて日本のアマゾンでちょっと買ってさ実家に送ってさ、うん、ちょっと買い物したものとかもあるわけでその時に実家にいる間使い物例えば電気毛布とか買ったんだけど、うん、それのレビューとかもかなり厳しいわけよ。でしょめっちゃ厳しいも多分なんだろうそんな完璧なもの存在してると思ってるのかな逆にみたいな。<laughs> だよなそれちょっと思ったんて厳しいと思って、うん、特に食べ物はもっと厳しいけど食べ物は厳しいよう<ー>ん何であんな厳しいんだろうねいやし,しかもさもう例えばさそのさ食べ物運のことを言っててねっていうのはあれなんだけどさちょっとその外側のこと 例えば店員がうんまあ店員はちょっとアイスっテーブルがペタペタしていましたとかさそういう感じあ,<ー>あと外観がなんとかとか外でタバコを吸っている人そこまで行くとコントロールできなくなる<ー>レストランで家で食べた方がいいよって思えね,ねとかさなんかちょっとハッと思ったよねそのレビュー,ーレビューについて。 そうだからすっごい難しかったのよ今回も行ってダブログ私もうほとんど見てないの多分ダブログが一番あのアメリカで言う「YELP」みたいなさ。 レビューサイトなんだろうけど、ね、どこ見ても結局そのレビューの振り幅があんまりないわけ大体いい3から3.5ぐらいなのじゃんそうだからもう難しくってちょっとわかんないねうちらいきなり行ってみると感覚がちょっとわかんないよねでほら Yelp だとさ普通に「もう美味しかったです」ぐらいで「5」とかつっちゃんんじじゃんじゃん,ゃんで「5」でも「そんな」っていう時あるけどさまあでもほらそういうのって個人の趣味とかさあるある味の好みとかもいろいろあるしあそうだねそうだね,うだねまあ私がさそのベベスストトオブベストを してるかって言われたらわかんないからさ、まあまあそんなもんかって思うけど、いやだからそう厳しいか私食べロがもうほとんど見てないんだよね。うんうん、あ頼りにしてない。うんだよね。いや分かんないもんだって。<laughs> なんか3.5って言われるとさ、なんかそんなに悪かったんって思うじゃん。うん。なんか多分多分アメリカの星5がいや普通に美味しかったよだとしたら多分日本の3.5ぐらいが 普通に美味しかったですよ、みんなな3.5、ね、もうエク,エクセレントエクセレントエクセレントオブエクセレントしか5じゃないんじゃないだからもう5つ星のさそ,それはさそのさ飯がうまいプラス店員がむちゃくちゃ良かったプラス、うん、店がもうものすごく綺麗でもう全部な何かあのテク系とかも全部なんか揃ってて、うん、も,うものすごく良かったバ、うん、イブみたいな感じだよ そ,それプラスなな多分価格ももうちょうどいい俺の考えてる価格よりちょっと安かったくらいだぜみたいな人多分もう入んないよあと店員が可愛かったかっこよかった<ー>もう多分そこそういうとこなんじゃない無事いやー無理げーよだからちょっとあのー、かわいそうになっちゃうねなんかね うんそう書か,書かれる方はそうだよね大変なんだろうね多分ねなんかそんなこと言われてもなんかどうにもなりませんけどって思うじゃんねえ<ー>いやあなたちょっとハワイのちょっと行ってみてくださいあそこって感じじゃないそうだよね <laughs> うんほんとそうだね逆にさハワイの人はさあれじゃないもうなんか見た目がずっとボロだけど入ってみたらあんがおいしかったって語じゃないあの子のちょっとこう 何残念な感じ始め、まあ、見せといて食べ物うまかった俺見つけちゃったみたいなね感じのねそうそうだからさこの間日本帰ったじゃないかお<う>カオちゃんはこの間帰ったじゃて私はその前だね1ヶ月まあそんな一ヶ月前ぐらいだね、うん、帰ったわけじゃないですかテクノロジー系びっくりしんかった あのレジもうレジレジジとこまよやばない <laughs> えでもさあなたは私と比べてしょっちゅう今帰ってたほっちゃ帰ってたうじゃん1か、ね、月に1回は帰ってたじゃないそうねそうじゃんいやでもさほらその前に帰ったのが大阪でちょっと4日間ぐらいだったのめちゃくちゃショートでさでその時はあんまりほらスーパーとか今行く時間なかったから行、ね、ってコンビニぐらいだったからさ、うん、でそうだからなんか今回ってもレジマジで。 レジもそうだしあとペイペイのはもねえねね何ペイペイってあれさペイパルのこと言ってんの違う違う p a ペイ a y っていうそういうペイメントシステムよあがあるんだ私もペイパ p のこと言ってんだと思う違うあれペイペイっていうアプリがあってさダウンロードして銀行口座と対するわけよつなげてその銀行口座からじゃ三3000円チャージしますだからあのあのにこうパスもみたいな感じよね スイカとかさ、三千<ー>円とかチャージするじゃん、そしたらその三千円分をそのペイペイが対応するお店で使えるの。で、ペイペイはバーコードだから、うん、お店の人にバーコードを読んでもらうの、ピッて。うん、そうよね。うんうん、え、逆かな。お客さんがバーコード読むのかな。で、その支払う課金額をお客さんが打つの。 3560円ですって言ったら「p a でって言って出して自分で3560ってやったのを売ったのを店員さんに見せて「はい3560打ちましたよね」ってて「はいじゃあ確認しました」ってピッて支払うええそうするとペイペイのシステムでさキャンペーンとかやっててさ20%歓迎キャンペーンとかさペイペイで支払うとあとまあそれがなくてもポイントがたまったりとかするからみんなペイペイ使ってるよねあポイント系がたまるんだ お結構ね還元率がいいみたいでさずっとうちのお母さんもペイペイ使っててあマジで、うん、いや私さうちのさ母ちゃんが「ペイ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 って言ってるからうわまた年取った人が新しい言葉を覚えた「ペイパルだっつうのと思ったペイペイってものがあるんだそうなのよなんかさ私もさ、えー、ペイペイが出始める時さ「いやーでもまた始まっつってよこのなんかちょっと安っちい名前の <laughs> ペイペイで」って お前って思ってたのよそしたらもうみんなどこまでもってもペイペイねペイ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 ペいペいペいペペ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 いからさダウンロードしてゃできるんだろうけどずっと私もそうキャッシュだったわでもさあのさ現金もさ日本は現金結構多いじゃんねペイペイか現金かって感じさそうねそうね いやまあ、アメリカでもさ現金使うけどさアメリカの,その現金の扱い方ってさみんなもこうクシャクシャってなったやつはペッてこう出したりするじゃないすお金をさ私それは感覚だからさもう財布の中に1000円札とかぐしゃぐしゃなわけよ使ってるさ財布もさみんな綺麗なの日本人って使うじゃんね,ねお財布いいやつ<構>使うじゃん私もなんかアバンアウトフィッターとかなんかなんか1000円10ドルとかで買ったポーチみたいなやつにペッて入れただけだからさ <laughs> お金出す時めっちゃ見られるわけうわー何この小学生みたいな財布使ってみたいなその中から出てくるこのくちゃくちゃの一万円札何みたいな意外と入ってるなみたいな <laughs> もうなんかさあーすいません<ー>私だって一時期あれ使ってたからねジプロック財布代わりに使ってた時あったよ高校生の時ういうこといやなんかちょっとクールだなと思ったんだよね ジップロック使ってるのが財布なんて気にしない私ージップロックなら中身も見えるしさすがいくら入ってるか分かるしあんたやっぱちょっと頭おかしいね <laughs> いや絶対いるって聞いてる人の中に「いやジップロック使ってます」って人「ジップロックは便利よ」「そんなあんたキャメロンにも渡さんでジップロック」ッックいいんよあんなお,かお金の,その入れてるコンテナどうだっていいやん入ってるものだって」 日本って昔からそうだよねお,お財布はちょっとブランド物使うみたいな,なんう、ね、あるなああういういじゃんね結構でもさああ,ああいうブランド物って買うとほらあれなのずっと持つからねそれそれ特にブランド物の,のさしっかりしてるからさあとさ日本人のやっぱりお金のさその扱い方っていうのはさお金様だ っってていうう感じで扱ってくれちゃうそう、ね、やっぱそのその常識は私はすごいあのリスペクトしてるのがすごい好きなんの札の向き揃えたりとかさお金の数え方とかもじゃもうさアメリカ人のお金の数え方もうさ右左右左,<の>右,左右左みたいななんかあれもう全部あれに見えるギャングのさ何や <laughs> 取引してる人たちあとお金の渡し方,方投げるような人いるもんねあーいるね。 あのまあビジネスカードもそうだけどさ、ペってこう、う悪気があってやってるわけじゃないんだけど、ペってこううえい、えいええみたいな。 そう、そういうのさ、たまにさ、両方の文化を知って、生きてる立場で、ちょっと苦しむ時ない、たまに。あるね。<あ>このやり方やられるの嫌だな、でも、こっちだと当たり前なんだもんな、ああみたいなさ。その分、ほら、私こっち側もさ、こう気にかけて、こうちゃんと私用知ってる分、さ、なんでこいつ投げていくんね。<laughs> そ,うそうそう、<laughs> でも、そうそう,そう、仕方ないんだね。そ,ううそれさ、あとさ、旦那にどうやって教えた、そういうところ。お金とか。いや,いや、なんか、ほら、ご飯の食べ方とかさ。 ああ, yes, yes, yes. あ言ってる言,言ってる、まあ、ほらここで家の中でやる分にはいいよいいけど、うん、これ日本帰って実家とかさ見てて嫌がられるんだろうなって思ったりしないたまになんか結局それがあのほら例えば実家でディナーを食べることが毎日あって、うんね、それがその自分の、ね、なんか家族とか親戚とかがいる目の前でとかなんであれば。 もう口酸っぱくして言うもうちょっとその感覚を日本人にこの人の日本人変えなきゃだなみたいな感じはあるけど、ねうん、たまに行くぐらいだったら別にあんまり言わないけどだからあっちもたまにだからなんか「まあぐら、うん、もできないねあぐらもできないからね」うん、どうぞ横になってからじゃだからう <laughs> ちのばあちゃんに行く時とかは <laughs> ばあちゃんがさなんかこう椅子みたいなの持ってくんだよあ<ー>それに座ってる。 うちの旦那、ほんと足カチカチでさ、たためないんだよね。体まあ長いしね。そう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 。肉厚な感じやればね、こうねしっかりしてる。そうそうそう。ストラッチャーだから。そうそうそうもうそうそうさ、う関節と関節のさあれがさカチカチなんかロボットみたいな。ずずだからまだいやもう本当になんていうのか軟骨みたいないんだね。フレキシブルじゃないからね。そうたためないんです。そうそう。いや日本ね楽しかったよ。 ねえだからさなんかさ私はさ6年ぶりに帰ってからさもうドッキリすることがいっぱいあったっけドッキリびっくりいっぱいあったとりあえずそのさまずセブンイレブンいやーって感じやんかセブンイレブン行ったらこなるっつってさ、うん、セブンイレブンでもローソンでもいいけどでもセブンもだってあれ全部あそこじゃんねお金入れるじゃんねん横でねいやあれめっちゃびっくりした私も全然わかてなくて、ね、見えなかったもんね,ねこうちゃんっつって私のお兄ちゃんこうちゃん <laughs> こちゃんこれどうやってお金払うのこちゃんこちゃんこちゃん助けてこちゃんこれどうやってここ入れんの入れんだよでもさ店員はいるんだよねえ、どこいろんにいじょうおって思うんだよいろんじょうと思うんだよあれなんだろうねだからあれがロボットになるで来るでやマジで711全部あれでまるでどうするあのとももっとあんたあれよそれだからみんなあの技術つけんと人間しかできない技術そうだねうん、全部ロボットに持ってかれるから仕事 A.I. な、A.I. 急に来たもんね。来たで、あんたレジの金もくれるんだったら、そのうちピーやってくれるよ。そう思う？早いよ。だってもうユニクロなんてカゴピッて置いたら全部ピッて一瞬でやるんじゃんね。あ、そうなの？え、そうよ。服かカゴに入れるじゃん買うもの。<ん>で、レジ持ってくじゃん。レジでこうピー、一点、二点ってやんないよ。もうカゴに入ったまんまカゴ置くやん。うん、マシーンに。うん、そしたらその一瞬でブワーってスキャンして。 3680円って出してくれるやっぱ重なっててもん、うん、何がわかんないそのコードかなんかそのほら、ね、タグかなんかに、ね、チップかなんか入ってんじゃん<ー>知らんけどオーマイガーすっげえそれでもうそれ払って自分で畳んで自分でチェックしてプあるチェックアップあるもんね びびっくりもびっくくりりもですよでもさ私が行った時ちょうどさあの寿司の件がすごいあのずっとニュースでやってて要は回転寿司のチェーンの回転寿司屋さんで学生の子が、うん、あのなんかこういろいろいたずらをしたとこう回ってる寿司にこうわさびのっけたりとかこう回ってる寿司を取ったりとか,こうなんかあとここにさテーブルに添えてあるさこう醤油をこう舐めてみたりとかさ。<laughs> そういうことをやってるっていうのが、多分それをね、ソーシャルメディアに上げたんだよ。あほー。で、それがぽわって広がって、アメリカ人みたいなね、その。そうで、でその寿司屋さん、その寿司のチェーンがいやもう訴えますと。で、なんかもう謝って謝ってきたらしいんだけど、うん、いやもうここはちょっと厳格に対処させてもらいますね。っつって、うん、そ,そしたらこう芋モる状にさ、いろんなこう出てくるわけよ、これやってた人が、わっ、醤油舐めてみたり、わ、はい、っみたいなさ。<laughs> それをずっっとテレビでやっててさあ本当そう,でそうそうそうずーっとやっててでも私回転寿司行きたいなーと思っててさ<う>それのせいでさ回転寿司行く人が多分減ったんよねあそうだうわそんななんかこう汚いようなことが起きてるのに気づいてしまったみたいなさあーーそういうことねそう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 で行かなくなっちゃう人が多かったみたいでまあでも私はほらそんなねまあ言ってもほらそんなに日本に長くいれるわけでもないから行った何寿司行ったんだけど

私は怖かったわ。チャーバン虫もチャーバン。チャーバばっかり食ってるの。銀奈入れんなよとも。いや銀奈マジで美味しいかなお前。マジか。うん。マジか。私の友達で一人いる。銀奈大好きな子。いやまあ銀奈大好きかどうか知らんけど。銀奈大好きっていう子いるわ。いや美味しいよ。癖になっちゃったんだろうね匂いがね。そう。香りがもう癖もヘロインと同じじゃない。知らないけど。小さい時から。銀奈ばっか大好きで葬式とかであの。 あの年寄りのとこ行って、銀杏くださいって言う。<laughs> この中、こういう食べ物に入ってたやつ、みんな食わね。銀杏、うん、くださいって言って、一人一人回るんだって。<laughs> こわ、銀杏、銀杏こそじゃん。うんそう、もう美味しかった、やっぱ寿司はね。安ねいや、もうご飯が安いんだ。スーパー行ってびっくりしちゃった、もん、オーケーマート、オーケーマート安い。オーケーマート、スーパー、それ。オーケーマート違う、めっちゃ安いよ。

なんかさ5円上がりましたとかでさ企業にとってはそのほら単価でね5円上がってたら多分その利益はすごい上がるんだろうけど、うん、いやでもこのクオリティで5円上げるぐらいでなんか誰かが助かるんだったら取ってくださいって思っちゃうのはもともとが安いからねそうだよね、うん、いやー日本いいかったわなその,その,その,その食べるものとかさ、ね、安くて早くてうまい,うまいっていうのがもう全部揃ってんじゃない 最高よ最高でしたよねいや私はもうずっとパン食っててさ知ってるいやもうずっとクロワストのこと考えてたたパンよなパンずっとクロワストのこと考えよう<ン>だからさあれでしょ温泉も行かず行ってないよ旅行も行かず行ってないよパンばっか食ってたんだろ<あ> <laughs> パンとカフェをずっと私さ古民家が好きでさえ私それがやりたくいいんだけどさできないよ子供と一緒だったらうらやましいよだから古民家買っとき買って改築し 自分でさそ、それな。でパン屋さん,んか。いやもう最高よもう本当に。でもパン屋さんってさめっちゃ大変よね。いやそうなの。知ってるあの人たちの努力。いやパンはマジで。何時の靴だと思う。安すぎるてって思うの本当に。百八十円とかよ一<れ>つ。本当それ。もうなんかめっちゃ値段は安いし。倍にしてもいいぐらいだよって感じで。そうだね。三百二十、三百六十円とかでもいいぐらいなのにさ。いやー。 でもねパンもいろいろよりけりなわけよ私はさあのこだわりがあるからさ、はい、あのマーガリンを使ってるやつあんま好きじゃないわけマーガリンはねチートですねあれはねそうなのよでもさほれ日本ってバター高いからねうーん、まあ、マーガリンに走っちゃう気持ちは分かんないけどそのさ売り値を下げるって意味でそれなそう,で,そうでもさ「そのバター使用」って書いてない限りは絶対マーガリンなわけようんなるほどねそうそうそういやー みんな知りたい私のクロワッサンランキングって感じなんだけどさいつか教えてあげるよそこまで言ったん言えやこの <laughs> こいやまだちょっとリサーチ中なのよいやでも一番まだリサーチ中なの <laughs> まだほらさ母数がさ少ないからさはいはいはい神奈川のさはい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 、はい、まだまだちょっといろいろ試さないといけないんだけどあ本当にじゃあおすすめのクロワッサンのお店あったらあのぜひ書いていてくださいね皆さん、うん、あそうだね教えてください、うん、私さだからさもうそのいう情報をさ全部さこう いろんなこう何ツイッターとかインスタとかをさずっとこう情報を集めてるわけよどこのお店行こうかな次いい店見つけるとグーグルのマップに置いてこうピンしてるわけじゃあパンっていうリストを作ってあるから次行きたい時にだからそのリストを開いてあここの近くにはこの店があったかっていうのをやるいいよね日本のパン屋ってねパンもこだわってくれるじゃんななんかさとペペペペと作ってて出してるような そこら辺のパン屋とまた違うじゃない日本のパン屋さんって本当に誇り持ってさ何かそうね,ねもう何十年ここでやってきて,やっ,て、ね、やっとパン屋出してんですっていうだからさもさめっちゃ勢いとかあってさなんか気持ちとかこもっててさ,もさそりゃあ,あんた1個180円。 もちろん出しますって <laughs> す、ね、ちょっとちょっと寄付もさせてくれやっていうぐらいだよ、ね、チップ出してくなるよね本当にチップのじゃどこですかってそう募金してくればしてくしますよって思うよね、うん、本当にそうなんで、ね、それでねほらなんか店が潰れちゃってさアクセスがなくなる方が辛いんでって感じちゃうそれだよねでもさそういうところがさやっぱりさ あのそれはもう消費者側の考え方の問題だから消費者があのあこのパン180円出すんだったら100円の,あのロスによったらあのパンでいいやって思うんであれば、ね、やっぱそれはローカルサポートできないからでもさ,、まあ、さインカムもさ低いからさ厳しいのは分かんねえねそうね,ねま,あまあ全体的にそうだねうんそれをね悪循環だよね私の知り合いの子でね、うん、うんと旦那さんが 昔パン屋さんやったたいのパン屋を経営してるっていうか、まああのまあ、そこに勤めてた人がいたんだけど、うん、パン屋さんってさ朝めっちゃ早く起きるわけえそうだよ仕込みっていうかさ焼くのもだってめっちゃ早いじゃんそうでさほら場所によってはさものすごい種類出すところはほら何種類ものパン作るんじゃねえんだからさ何例えば4時に起きて 3種類作って終わりとかじゃないじゃんねもうなんかもう20とか30とかぐらいでほらその種類によってねもちろんそのうも違うじゃんそういやどうやってマネージしてんだかマジで分からんよ私はでさ一個一個の単価がそんなに安くてさ出せる量も1日限られてるわけじゃん利益出んのかなだよねだから本当に好きじゃないとできないと思わないパン屋さん素晴らしいマジで今やってくれてるパン屋さん、まあ、でもそれはパン屋さんに限らないよ まあね、ラーメン屋さんもそうだし全てそういうさ誇りを持ってご飯作ってる人たちはマジで本当に全員にハグしてなんかポケットにこうなんか10ドルとか入れて帰って <laughs> <laughs> ありがとう」って言いたいよね、うんうん、頑張ってくれよなってに気を強くなってそうだよ、ね、あともうちょっと値段上げていってほ、ね、いいしれい <laughs> て思うな、うん、いや本当そうなんようん。 私がだからさ見つけたさおいしいそのパン屋さんをさ、うん、あのホールグレインの全粒粉の小麦粉とかさ、<ー>で使ってますのが全部オーガニックなわけ。<ー>で、なのによ。はい。ででバターの絶対バターなの。マーガリンは使ってない。めっちゃこだわってんじゃん。いやめっちゃこだわってんよ。すべてに関してこだわってんの。ウェコーヒー売ってるそこ。売ってる。絶対うまいコーヒーなそれ。です。でもでももう再度に。 お茶とあったかいお茶がポットに入っててあとお水とご自由にどうぞのいやもうマジお前神かいここはって思ったもた神かここはほげほげしてるけど大丈夫ですか <laughs> 大丈夫 <laughs> ついてきてる <laughs> 何その <laughs> ついてきてる <laughs> <laughs> いやだからさそれでさ 安いのよ言ったらちょっとした他のパンより安いのい普通まさパンそれさ手数料乗せてないじゃんいや原料もらってるだけじゃないいやもう本当に意味がわからんよって思ってるわ <laughs> マジでえそれが働いてる人が少ないかとかいやもうなんか近所の主婦の人たちみたいなのがさこう作ってるわけよ<ー>多分オーナーさんっぽいあの奥さんがいてさわ、はい、かるあの <laughs> なんかもう 奥さんみたいな奥さんって感じでさ子供をさいつも背中にこうしょったままやってるの仕事で赤ちゃんが後ろでブラウンブラウンってこうやってこうやって1歳ぐらいかないかまだ喋らないぐらいお もうお母さんお母さんパワフルやのーって思っていやもうマジでミルク代にもならんからもうちょっと上乗せしてくれやって思ってんだけど。<laughs> それなこだわってくれるところとかもいいよね。ーーだってめったになくない。いやそうなの本当にその値段でそうやってちゃんとこうでさしかもさその前日に売れ残ったものとかを詰め合わせて 1, あーいいですね千円とか五百円とかでこう。う 一日前のものだけど別に悪くなってるものじゃないからさあ、ね、廃棄するよりは誰かに食べてもらった方がいいからって出しててさ、うんうん、いやもうお前髪か <laughs> って思って髪か<子> <laughs> いや本当にありがたいですよ、ね、なんかさ自分がさ この間、ね、自分のオンラインのお店を、まあ、畳んだんですけどあれでさ経験したことはさその、まあ、自分のオリジナルの T シャツを作ったわけ、うん、で、まあ、最終的に言うとさこだわりすぎたまず絶対にオーガニックの T シャツじゃなきゃ嫌だし、うん、と思ったしであとそのデザインは、まあ、デザインもあってプリント知るじゃない。うん、でそのプリントもこのハワイの ローカルでプリントしてくれるとところがいいと思ったわけようん、うん、なんか T シャツを買った工場でプリントすることもできたんだし強い、うん、て言えばそんなさ安いプリントのところなんてまあいろんなところあるんだけどもそういうところにもこだわりたいとかって言ってたらさ何、うん、だか、ねうん、で私はそういうビジネスやるの初めてだったからまず一番初め T シャツを入荷ってするっていう時にさ量を選ばないといけないじゃなで たくさんの量を入荷すれば入荷するほどさそのさ一つのさ T シャツの値段が安くなるんだけどもでもほら私は小さいオン,ラインサロンだオンラインストアだったからそんな量も別に入荷したくないわけよ、うん、でそんなんでさいろいろ考えていったらやっぱりまあビギナーだったっていうのもあるけど一つの単価がめっちゃやっぱり高く出さないと利益が全然出ないっていうふうに感じになったわけ、うん、だからそういう考え方でいくとそのパン屋さんもそうでさなんか。 原料しかもらってなくなくいだってその、うん、例えば2時とかさ3時とかに起きて起きなきゃいけないっていうことはそれもその前日から始まってるわけよね,、うん、ねでそれにプラスその自分の,そのどれだけ時間をかけてるかとかっていうのとあとその技術代とかさ、うん、あるわけじゃん。 全然ふっかけてもいいんだけど、まあ、でもそのさ日本のパンの文化っていうのはねパンっていうの昔からあ,あ,あってねの菓子パンみたいなやつさそ,、ね、そう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 でそんなに一つが5ドルとか死んじゃん、うん、ハワイとかとするけどね、うん、めっちゃ高い7ドル50とかじゃないるつのなんかがペーストリーがね,ーね。だけど、うん 難しいビジネスだけどそうやってやってくれる人がいいの感謝だよねもうちょっとさそういうさ技術大とかさ、うん、特にそう技術ねんて言うんだろうもうちょっとこうなんて評価されてもいいんじゃないのかなって思うよね。そうだよねなんかほら結局そこがさちょっと上がらないとさなんて言うんだろうやっぱこう貧困になってくるね気持ち的にもさ貧しいのって嫌じゃん。余裕がなくなくくっってくのとかもさうん、うん、やっぱこう ね、ちょっと厳しいよなって思ううん,うん,うん、うん、いやーそうですよ日本は日本は私は6年ぶりに帰ったけどもなんかいろんなびっくりすることがあってなんかさ、うん、さっきそのさテクノロジーの話してたじゃんか、うん、で私が一番びっくりしたのはロボットが食べ物を持ってきたわけあーらしいね私行けてないんだけどあれどこでやってるのあ,あれはねジョナサンだったんだけどなんかその日さ週末で で朝ほらホテルステージだね横浜の、うん、そそ一つのホテルにステイしててで朝ごはんをとりあえず朝起きて子どもたちもさ朝ごはん食べたいって。 ってなるじゃんか、うん、でそのホテルの周りにいろいろあるんだけどこの子供を連れて行きやすいレストランってなったらファミレスやなそうでしょ、うん、ファミレスじゃんでそのジョナサンがね日本のファミレスって開くくの遅くない10時とかじゃないあそうだね10時とか11時とか、まあ、でもそのレストランがそうそうちょうどその周りのエリアだと空いてたから、うん、そのジョナサン入ってったわけでそれでそうしたらの猫のさあの顔がついてさ <laughs> マシンがさ食べ物運んでるの私がその中に入ってこの見た感じだとその時働いてたそのパートのおばはんたちは3人ぐらいなきゃそりゃ猫乗っても借りたくなるよなっていう感じの,その猫のロボットがさ <laughs> うん、うん、動き回ってんの。すごいよ、ね、でメニューとかはさもうそれこそ本当にタッチパネルを、うん、iPad みたいなのでオーダーしてで猫を持ってくんじゃん。 うんまあ、多分中でく、ね、なんか作ったりとか、うん、あとたまにオーダー取りに来たりとかあしてくれるんだけど、うん、まあ人もちらほら来たけどさそうどんどんもびっくりあの,あのロボットにびっくりした今もじゃさバイト先も見つけるの大変そうだね学生さんとかね,そうねどうなんだろうね<ー>う員 うん、人間だしさもちろんレジも人間だしさ人が足らないぐらいじゃん,ここん逆にそ,そうだったよね、うん、いやーあれにはマジびっくりしたなんかうわ日本は多分そこまで行くだろうとは期待はあったけどもなんか実際目の前で見るとすっげえと思ったけどさあもうなんかそれほどにやっぱりそのまあ仕事持ってかれてんなーっていうのは思ったあのー、マシンにそうねうん、うん だってジャスコジャスコじゃねえジャスコってジャスコってあったんで昔イオンのさ、イそうでイオンにジャスコでたむるんだろう。ジャスコのフードコートでずっとたむらって。あのそうあのさイオンにもさこうスマートフォンが置いてあってカゴにつけんのよ自分のこういうでカゴに入れるときに自分でスキャンするの。でスキャンしてカゴに入れる。 ずっと繰り返していって<お>最終的にそこの機械その機械を持ってのその機械を持ってそれ専用のレジに行くのよ。はい。そうするともう全部生産終わる。 <え>そこでもう生産して終わりさすがでもそれってさどうやって逆にこう何か誰が盗んでないかってみんいやなんかねおおそのなんか人間人間に <laughs> あの店員さんが最後ちょっと確認はする知ってたんだけど私行った時はね、うん、でもそんなにこう一点一点確認するわけじゃないよ「はいはい」って感じでああ本当言うたらコスコのさ最後の出る出際にさレシート確認あ,<ー>あ,あれよりはもっと軽かったよでも。 あだからさいやすごいなんか大丈夫かなと思うしそういうのも全部配慮してのテクノロジーなんじゃないのあまあそうかもしれないねそれでこうもし何かしらのことがあって盗まれたとしてもだとしてもそのお金に比べたら人件費かかるよりは安いよねい<や>みたいな感じかな,、yes. なんかさターゲット行くとさレジがあるじゃないで人が立ってるレジがあって、うんうん、セルフチェックアップのレジがあるじゃないセルフチェッックアップだとさ 1>, 1人か多い時で2人ぐらいしかその働いてる人がそこに立って、ねうん、例えば,例えば何自分がダブルでスキャンしちゃったとかさ、うん、あとはそのあれカードを読み取ってくんないんだけどとかそういうなんかトラブルがあった時にそういう人たちを呼んでうん、うん、っていうんだけでだからそ,のそこにあるまあ何15ぐらいの,そのセルフチェックアップのレジを1人の人が見れててるってことでしょ、うん、そ,それはかなりの人件費削減だ,、ね、だよね。 日本なんかテクノロジーそういうとこすごいからち,ちょっと仕事あれやな本当にでもさあれなのかなアメリカだとほらカレッジが結構ほら大きいじゃんねなんか大学とりあえず大学の,その2年生は取っとこうとかさアソシエイトとっとこうとかさういそういうの結構みんな行くじゃない大人になってから大学行ったりとか、うんうん、ああそ,、ね、そういったところはまだ アメリカに比べると大人になってからはあんまりみんな帰らないもんね学生にはねじゃない、うん、でほらうんと例えばそれで大人になってそのちょっと何2年生ぐらいの大学にねアメリカで行ってでその後ちょっとほらあのサーティフィケーションとか取って、うん、なんかちょっと免許とか取ってさでちょっとこういった仕事に就くとかさうん、うん、なんかいろんなあのやり方があるじゃん、うん、でちょっとそのなんていうのかなそのマシンができないような仕事に就くみたいなさ、うん、そうだねそうん 日本ってそうういとかどんんなな感じなんだろうねどうなんだろうね、まあ、でもさ結構大学出てる人って多いよねやっぱりね、まあ、高卒だとしてもほら専門大学行きましたとかさうーん,うーんい私の周りはあんまりいなかったであ本当うんみんな何じゃあ高卒であのなんかもう仕事始めちゃうってことそうだよねそうだねうーいやー大変よ うんえどうやっていろいろ調べてた場所とかもそうだしか携帯だねだからまあそのグーグルマップでさっきさ言ってたみたいな感じで、うん、この近くで何があるかなっていうのを見るんだけど、うん、いやたいさインスタがやっぱりさその写真が載ってるから一番わかりやすいじゃん雨でそうだねインスタマップ見れるもんねインスタのね今ねあそれね私まだ使いこなせてないんですよ なんかねねなできたよ、ね、マップそうそうそうでなんか写真上げてる人そうなの場所でタグしてくれてたらねいやそうなのよそうそうそう<あ>だからさそ, <う S 1> それを使えばよかったんだけど、ね、まだそこまで私追いついてなくて <laughs> 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 ああそうそうそういやーでもさやっぱいろんな新しいお店とかすぐ出てきてさすごいよねななんかさ私はさもうなんかかささ私はもう もっといっぱいあるんだろうけど自分の今の知識とあれでも見つけられんみたいな気持ちになって時間もねえし行、ね、けんみたいな感じにってだからもう日頃からずっとこういいところ出てきたらもうグーグルマップでピンピンって言って貯<ー>めてるもうすごいあういっぱいあるそういう感じであのリサーチして準備しとくのね。ハワイなんかかち、ね、ちっちゃいからさ島がさ 大体ねほら新しいところとかできるとさギャルプは結構ほら使えるじゃんギャルプは使えるそうだからそれでいつもチチッてみてあそっかでははい肩ポンポンのコーナーいきますきましょうはいえっとねちゆみさんはいいきますよお二人ともはじめまして私は29歳女性のちゆみと申します同い年だねいい名前だねちゆみだってかわいいね えっと2人のラジオ、毎回楽しみにしているアラサーです。2、はい、二人には聞いてほしいことがあります。私は去年の2月に結婚をし、今年の1月に結婚式を行いました。おめでとうございます。おめでとございます。となると、次に目指すところはそう子供を授かることです。はい、私はもともと子供が大好きだし、愛せる夫の子供も産んであげたいし、うん、周りのベストフレンド達からたちも次々に出産しているので、29歳の今から妊活するのはすごく自然な流れだと思います。ううんうん,うん、うん でも私は子供が生まれて自分の生活スタイルが180度変わってしままうことを受け入れられらないでいです、うん、心の底では夫と2人きりでもっといたいし子供中心の生活となり自分の思い通りにならなくなることが嫌なんだと思います、うん、だけどもあと数ヶ月で30歳女性が子供を産める期間というのはリミットがあり、うん、いつでも何歳でも産めるわけではありません。 はい、そして何より私もいつか子供が欲しいのです、うん、職場の先輩には子供ができたらまた違う幸せや楽しみがあるから大丈夫だよと言われます、うん、矛盾した考えの自分が同時に存在し自分が今どうしたらベストなのかよくわからなくなっておりそのことを考えすぎることがストレスになっています、うん、この話に正,正解はないと思いますが友達にも話せなくて家族にも話せなくてここでポロっと二人に聞いてほしいなと思い投稿しました、うん、聞いてくださいありがとうございますこれからもラジオ楽しみにしています、うん、千美さんということ でございます。なるへそいや私さ、二十九歳同じお前年なんですよ。同い年ですよ。でねわかります。あれなんね、日本って結構もうなんかそういう流れじゃんね。どこ行ってもさ、うん、こう結婚したらはい次はそれは子供よねみたいなそ大前提があるみたいな感じはあるじゃん雰囲気的にね、まあ。こっちも悪くない,い。でも私結構子供いなくて幸せにしてるカップルよく見んのよ。いっぱいいるいっぱいいる。いい <laughs> ゴロゴロね。いっぱいいるあの。 おオールドスタイルな例えばほらアンティとかさおばあちゃん年齢になると結婚しましたらおけじゃ子供ってなるけどね<ー>若い人たちの考え方そうそうなんかさ結構ゴロゴロ見てるからなんかそんなになんかこうプレッシャーみたいなのも特に感じてないしいや、まあね、確かにさ言ってることもわかんないその30歳超えるとさリスクが上がるとか言われるしさちゃんはさ。 ほら子供がいてない場合、うん、私はいてる場合って聞いてるから、ね、確かにすっげー言っげ言てること私はその子供もん院にいてさ一番年下の,一番下の子が3歳一番上の子が10歳なんだけどもっと、ね、旦那と旅行行けばよかったとか二、うん、人の時間もうちょっと過ごしたかったとかはあるんだけどでもなんかこ,のこうやって私の人生がこう来たのはその時ベストなあれが来て今があるから。うん うん、だからそういうふうに思えてるんだと思うんだけどなんかさ今までこうさいろんな本を読んできたその学んだことはね私の,、うん、私の考え方のやり方でいくとなんか何,か何かにとどまったりとか悩んだ時にまず一番初めに考えた方がいいのがなんか自分にお金があります時間があります自分が必要なものが手元に全て揃っていますっていう状況を想像して。うんうんうん 何が自分欲しいかなって思った時に一番初めに来ることを結局自分やりたいんよ、うん、そうだねそれが優先されてるわけだもんね自分だからねそのなんていうの周りの環境がうんぬんとかこの人がこういうふうに言ってきたとか、うん、そういうの全部もうはしょって、うん、お金も時間も全て何でも手の元にそろってるじゃあ何がしたいって考えて、うん、自分がああじゃあこれがしたいなって思ったらその時に。 難しいかもしれんけどでもそれに歩み寄るそれかもしくはそれをもう始めちゃうとかさそれってすごいい考え方の一つだと思うんだよね方法のだからそうやって考えてみた時にその自分に子供が一番初めに来るか来ないかっていう考え方でもいいかもしれないよね。確かかにそうだねでもななんかやっぱり今のこのこ時代さ結構無事いよなその子供をひ 優先に考えるっていう、ほら。その。無事よ。あの、やっぱりお金。まずお金、その成果。のこととか考えると。ね、きちいなと思う。<laughs> そうだね。なんかさ、いや、私、ほら。自分が子供の時はさ、いや、二十、な、二十歳超えて、大人になったら。感覚も大人になるんだろうな。 っていう思いがあったけど私二十九歳になってもいまだになんかまだ高校生みたいな感覚なわけ <laughs> それはわかる多分さそれってさ多分いつまで経ってもそうなんだよね多分私が六十歳になっても自分のこと六十歳みたいなのってこう感じる感覚なんて多分ないんだと思うんだよねうんだからさなんかな,なんかこう急になんか三十歳に近づいてなんかこう ね、なんか年,年齢的にもさ周りもなんかこう子供を産み始めたりとか,なんかそういうことを考え始めた時に、うん、んかちょっと自分だけさこうなんか出遅れっていうかさなんかあら私のメンタルそこまでまだおいつってないっすよ子供の面倒を見て責任を取るなんてちょっと今は難しいかなって思っちゃうんだよね。うん、まだやりたいいいこともいっぱいあるし、うんうんうん でも本当自分時間は大事と思う自分の時間で進むっていうのはすごい大事だと思う周りがこうだからとかこの人がせかしてくるからとかは別に置いといて、うん、でもそういうのを置いて自分時間でさ生活しててもやっぱり周りのさ環境があって生きてる自分があるわけじゃんそうだ、ね、って考えるとやっぱりあ,のあれって思うこともあると思うんだけど、うん、でもやっぱり。 それに負けないこう,こういう気持ちがあるっていうのがまあはっきりするといいんだよね自分の中でねそうするとさ、うんあのー、自分も生活しやすいよね多分ねまあ聞いてくる人ってやっぱいるじゃんあの人たちって多分なんかただこ悪気があって聞いてくるわけじゃこうなくてんか興味本位で聞いてくてるだけなのかなそれダメよね、うん、ねえねえねあのさあの世界的に言いたいあの結婚したからと言って、うん、あじゃあ次は子供だよね 言ってくるやってくるやついるいる本当にあの今までやった方ごめんなさいって思ってくださいこれからやろうと思ってる方絶対にやめろ本当にそれはなんかさよっぽど仲良かったらいいよなんかあまあ今日なんかそうだよね確か知りたいよねと思うけどなんかさこうまに仕事先の人とかさそうそうそうとかなんていう近所であったたまたまなんかちょっと会った人とかに聞かれるとよ誰やね って思うよね <laughs> それ,本当それ誰やねてかさ蓋開けるといろんな事情あるんだって,っていう話ゃんそうじよ、ねうんだからやめろって思うあとさあのさあの結構昔ねこれは私誰に認識した時だキャメのン妊してた時だとかか、うん、と思うんだけどさ満員電車乗ってました、うん あその時妊娠してねえや私妊娠してねえんだって<う>妊娠してなくって満員電車乗ってました立ってましたしたら目の前のさおばちゃんがさどいたんて「で<ー>座って」って「妊娠してるの?」って言たそれはネタ違う, <laughs> 違うそれもさ分かるもろ私がバッグに「妊娠してます」っていうキーホルダーつけてたらいいよ<ー>つけてねバリッバリに化粧してた。 バリッバリヒール履いてなんか思ったんだろうねあらこの子のお腹の出方は間違いないって思ったんじゃないの<笑><笑>私の経験上みたいな、ね、ひどいでーまあでもそれもやさめなきゃいけないからなううだからさそうなんてそううのも勘違いその勘違いもダメなんかさかるもうあれよ全てシリアスに撮ってると切れないからさか <laughs> まあそれもそうなんですねそれもさ言う側もそうだけど捉える側もそうだよねそうもうありがとう座っときますっい <laughs> せすって、<laughs> 言っちゃった方が、いい時もあったり。そうそうそう。もうね。あ<ー>もうだから、うん、なんか聞かれても、なんか、え、<laughs> でも別になんか、ここで私が真剣に説明したところで、別にえっ,って感じだから。<laughs> <laughs> <laughs> 考えていきます、みたいな。<laughs> <laughs> もう、なんか別に、私の人生<ー>だから、ね、みたいなさ。わか,か,かる、わかる、わかる。でもね、多分、この先輩が言ってる方は、あの。 楽しいと思うね。よ子供ができたらまた違う幸せや楽しみになるから大丈夫だよってもそれはね間違いないと思うんですよ。先、ね、のことはあんまりこう感じないにそのプレッシャーよなんかこう30超えたら難しくなるよとかさそのプレッシャー感じられなくなるような雰囲気になればいいよね世界中がねうん。なんかもうその時 そ考えようっってて思もうんか人生のさ計画っていくら立ててもどうにもならないっていうかさ切りないじゃんね全然ならんならんですよ本当になんかもうその時考えますわって感じでしかもさそのさ30今29じゃんこの34年で多分こう変わる心境とかっていろいろ多分あると思うんだよねじゃあ3年前年って結構大きいよ思ってるより長いよ うんうんうんまだからそれでさ仕事とかさ人間関係とか多分いろいろ変わったりすると思うかまあその時考えますわって思っておいたらいいんじゃないかなって私は思って生活しています。うそうだよね。はい、なんか二十代のさ中間二十代の中間だと三十代の前半あたりにそういう時期来るよな。来る、うん。なんか。 このままでいいんかなみたいなさああるあるちょっとこんな感じでずっと来たけどあるある今のここで買いとくかみたいなさあああるあるある時期あるよな。案外きちいよなでも本当にさ自分のその彼との,あの時間にフォーカスするっていうことぐらいいいことってなくない んいや多分それ多分一番楽しいです楽しくないだってさ、うん、子供の夏休み来る何しようかなってプラン立てるのさえ楽しいの、ね、それをさ自分の好きな人とさ2人だけでさいろんなとこ行こうっていうプランとか立てられるいや多分ねだからここに書いてあるさこの絵はこの間結婚したばっかりなんだもんねち恵みさんねいいね。うん いいじゃんもっと楽しまないと思うほら心の底で夫と二人きりでも,もっといたしいたらいいよ <laughs> いたらいいってでも本当そうだね、うん、そうだよねいやもっともっとなんかうんなんかゴール作ったらいいんじゃないのなんか節目的な感じで10回旅行行ってちょっと二人で考えてってみるみたいなさ二<ー>、ね、人の問題だからね結局ねそうね でも日本帰った時に思ったんだけどさ日本ってあんだけ小さいけどさ行けるとこいっぱいあるんじゃねえかゃあ,る旅<行>あんたそうもそもそれぞれのそれぞれのさああの地域ああもうもう魅力ありすぎ本いや本当にもうそれぞれの観光地がそれぞれの味を持ってそれぞれの運営方法によって食べ物と楽しみ方と見るものと人とね 人といやもう楽しいですよたまやること<う>あんのよ詰まってんのよあんた本当に北海道行ってうんたら伊沢県行ってなんたらかんたら群馬行って風呂入って沖縄行ってなんかああ最高じゃないかあんた何でもいろんなことで言うあんた日本いるだけでね旅行やりしまくりよねそうよ もうし,かもしかもほら日本から出たくなったら海外だっていくらでも行きますからーいやああんた韓国ちょっと行ってみてね日本にいいねタイとかねいいじゃん<ー>クリーンカレー食ってこいっていいよだからそういった意味で日本はいいリッチになりますねいいリッチになりますね、うん、いいですよ行きやすいよねいろいろとね、うん、もうハワイになってきたらいいそうさそうさ <laughs> それだでやだからねあんまりこうあのない将来設計とかさ言うけどさそんなん分からんってうん自分時間で。 そうやりたいことを今やりたいことやっていこうそうそうそうなんだよね、はい、という感じで私は生きております <laughs> のそのそれをねはいはい,そ,ういうそんな感じでやっていきましょうやちえみさん、ね、頑張ろうありがとうございました私もう93年生でしょだってお93年生 <laughs> やば生やばいやつが多いで <laughs> 九十三年生をやばい予想いで、マジか、う,ジかうん、ということですね。し皆さん、肩ポンポンです。はい、ありがとうございました。お便り。みんなで頑張っていこう。うん、皆さんもぜひ肩ポンポンありましたら送ってください。みんな聞いてるぜっていう感じでね。そう、みんなでシェアしていこいや。うん、みんなで励まし合おうや。<laughs> <laughs> 私の個人的な肩ポンポンとかも持ってきちゃおうかなそした私さ一個あるよ今。あ,あのさ。 今見てたさあの韓国ドラマ、うん、ててさ韓国ドラマって、まあ、あの種類によるんだけどものによってさラブ系なのに注文しねえで <laughs>、うん、手持つのがねえんだけそれだってエンディングだもん <laughs> じゃん、うん、それエンディングだからそれゴールだからそうなのねで逆だよねアメリカはさそっからの話じゃんそうじゃん投げんだそこまでか んそれでさ日本もそうだけど多分ねあの日本の名前だと「愛の不時着」あ不不時時着着愛の見てんの不時着私見たことないけどあれを皮切りに韓国ドラマとか見始めた私一番初めなんであれを見たのかななんか見て見てからあ面白いなと思ったのねであれだってやっちゅう全然しねえよ手もつながねえよいや 誰か肩ポンポンしてくれ <laughs> <で>あのね<で>別にねそれはねでそれで肩ポンポンするやんあの欲してるわけじゃないんだけどあまりにもちょっと現実から離れすぎあ<ー>と思わんいやまあそうねえだからといってあのすぐチューしてすぐなんたらかんたらでっていうのは別にしなくてしなくていいんだけど息詰まった <laughs> しなくていいんだけどあまりにもあのラブコメ系 いやあのさアジア圏まあ特に日本とか韓国とかさ、うん、なんていうところ女性に対する理想像みたいなやつをさ作られすぎ、いやそんなの存在しねえからみたいなさう、うんそうなそうなあ毛とかさ肌とかさ、うん、うん、いやもう少女漫画から始まってるよねそ,<れ>そのセットアップ。 <で>ね、それは、ね、まあ見てる側がいやこれは少女漫画だからってこう区別してくれたらいいけどそれをこう現実世界にも押し付けてこられるといやいやいやあ<ー>わし人間なんで<ー>みたいなさそれあるるかかもねえ毛生え毛毛毛生ののてんの腕腕腕と笑わせんなみたいなね笑わせんなって思っちゃう。 そうアメリカの人はね一切気にしないね腕の毛ねそうね、うん、それだから行きやすいと思ってしまった私たちそれはある完全にある <laughs> 完全にございますわそうそれだからなんかちょっとねいやー厳しいよねこんだけ3つ目あって3つ目あうだけだで、ね、や30秒ぐらい3つ目 <laughs> あう<あ>今回は中するのか4年会また <laughs> それが売りなんじゃんこれエピソード10だでやみたいなだからさいやーうん行きづらいよねだからさ今回の旅行で行ってもさいやうんなんて言うんだろう,こう余裕のなさみたいなのがちょいちょいこう見えるわけじゃない <laughs> そう,だ、ねううん、特にねここのハワイに比べるとさ、うん、ハワイの人はおしゃべり好きだからさすぐこう誰とでもしゃべんじゃんね 喋、ね、そうだねうんちょっとあんたの時間あの今ここであのちょっと使いますからねみたいな感じでねそうそうそう分分そうそういやなんかそうそうそういうのがさちょっと恋しくなったかな日本に行ってた時はああれ <laughs> 私が喋りたくなっちゃうみたいな <laughs> <laughs> それ分かる声かけたくなっちゃう声かけたくなっちゃう<や>でも絶対不審者に見られるよねいやね私私だだからちらほらちほ不審者だったよ私トイレでさす。 いしまあちょっと年配のおばさんがいたの、うん、もうあのいつ言おうかなと思って手を洗ったから、うん、手を洗ってこう出るってなった時に「あのかわいいですね」って言ったわけ <laughs> でしたらさびっくりしちゃって「ええとか言って言うから、うん、あの。 全部可愛いですねとか言ってた、えどれかですかとか言って言うから、服とか靴とかバッグとか全部可愛いですとか言って言ったら、うん、あありがとうとか言ってなんかそれは本当にこうあのキャッチしてくれた感じ、ハートであーあーよかったねと。受け止めてくれた感じだったから。すっごいびっくりされた、ね。でも多分すっごい気持ち悪かったと思うよ。なんか小さいさ子供連れでさこんな感じのさ <laughs> 金髪のおばさんがさ、あバヤつきた。あの,あの可愛いですねとか言ってさ。素を売られるかとたじゃこう言ってたいろんなところで私。<laughs> でもわかんない家を持って帰って、うん、うわすごい今日褒めてくれてよかった誰も褒めてくれないからなって思ってるかもしれない思ってくれたらいいなと思うよねうん、うん、でもそれ,それをかうんぬんの前に自分が言いたくて仕方なくなっちゃった <laughs> もう今言わなきゃ後悔すると思った、ね、あの可愛い,いです全部がって言っちゃったのすっごい可愛かったんだよ,よビンテージっぽい感じのさ、えー、い長いジャケットにさなんかすっげえ一個一個こだわってる感じがもうわかるの。

対応が良かかった人とかにはさ私は結構 E メールとかで本社に送ってあげたりとかあと何て言うんだろうその会社の人に「何々さんがすごく対応がよくって助かりました、うん、ありがとうございます」みたいのを送るようにしてるフィードバックのね<う>話ねそうすると、うん、その人のお給料も上がるかもしれないしプロモートにもつながるかもしれないし、うん、かそういうねいいことをしてくれた人はね何て言うの。うん d e s e r v e うそうそうそういうこと、ね、そう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 、ね、そう、ね、そう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 そそうそうかさでも日常生活しててそのレビューを書くとかメールを打つとかっていうことってさ自分の時間を使ってるわけじゃん そういうのって大体結構嫌な経験をした時にああもうどうにかやり,うやり場がねえってなって E、ね、メール打ったりとか、うん、そういうので自分の時間を使って、うん、自分を発散させることで自分の時間を使ってもうん、うん、まあなんとか。 気が済んだからみたいな感じになるからレビューも荒れるしあ<ー>あの結構そういう悪い態度だったっていう感じのさ何かもしかしたら、ね、そうなのかもね日本のさ食べログとかもさ、うんまあ、レビューが低いのって多分気に食わないことがあった時にみんなレビューを残すんじゃないそういう時間の使い方をするよね、うん、大体みんなね。グッドなのが 当たり前だからっていう感覚で日々過ごすと、うん、やっぱりそういういいことがあった時にさあのリターンねそのレビューをするとか、うん、うんとフィードバックをするっていうことにつながるのはもうよっぽうねあんま結構ひ。 こう全体的に見ると少ないよねほらなんか落とし物拾ってくれましたとかさ結局自分にちょっと利益があった時に書くのかもしれないけど日常、はい、生活ではなかなかないのかもねそういう文化とか感覚とかちょっと難ししいいのかももれないそう、うん、でもさそういうことやる時ってさその人に例えばお給料が上がるかもしれないとかさ、うん、その人にいい成績が出るかもしれないとかさ、うん ね、いい評価がありましたよっていうことを会社で言われることっていいことじゃんか。うん、だけどさそのやってあげた感っていう感覚が一番なんか。 いいよね人間にとってはそうそうそううすると結局多分自分に帰ってくるとうそういう人がさいいサービスをしてくれる人が、うん、いい上,に上のさ立場になってさ、うん、下を指導したりとかするとあ、うん、こういうサービスをすると喜ばれるんだってなって結局こう循環して自分のさじゃあ自分がまたそのお店に行った時にいいサービスをしてくれる人がそこにいるとかさ結局そこに戻ってくるから多分。 悪いところもまあそうなのかもしれないけど、うん、いいところは多分褒められるべきなのよ。そうだよねまあチップとか文化があるからねアメリカはさいいサービスをしてくれたらもっともらえるそうそうだからもっとコメントを残しておこうかなと思うよいつもそういうなんかレビューカードとかさそうだねまあレビューカードじゃないにしても本社にメールしてあげるとかさそうすると目に止まんじゃんね。うん 私もこの間そのなんだっけ娘のアイドクター行った時、うん、普通ただ普通の受診だったけどでもなんかさそれで短かったんだけどさなんかさこのアイドクターに行くってことは意味があって行くわけだから、うん、その時にそのポイントポイントで自分が必要なことを全部得れたわけその時。<ー>娘の目のの目検査の結果、うん、こうでししたよしかもさ 投げやりにこうだったとかじゃなくてちゃんと分かりやすく説明してくれて普通がレアだからねそうこの時間の短い中でポイントを押さえてくれてるっていう感謝、うん、でそんなに私エリソンも連れてったから長くくいいたくないわけよ、うん、ここ私はねだから早く出たいっていうのもあるし、うん、でも早く済ませたいけどっていうのもあるしだからそれも私はあのフィードバックしましたたね何々さん良、ね、かっっですって書いたね。 そう,そ,うそういうのもっと増えるといいねうんそうだねうん特にさハワイとかだとさあのサポートローカルだからさ、ね、小さい、うん、小さい句個人でやってる人とかのとこ行って言ってあげるだけでも全然いいよねあそう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 なんかこのさトリストストアやってる子がいてねあの、うん、インスタグラムで大体、うん、いいインスタグラムであのトリストストアの,そのリサイクルショップだよね自分でトリフトしてきたのを売ってる子がいるんだけど、うん、あのほら ファーマーズマーママズケットとかでもさたまに出してる前回その行った時にその子が売ってたから「うん、あフォローしてるよ」って言ったっけうん、うん、って言ったらさなんか「オーマイガー」とか言って「YOU m a d e MYDAY」みたいな,なんか多分言われたことなかったんじゃないね今まで分<ー>かんないけどでもなんか多分そういうふうに言われるのってやっぱりさ一人であのお店やっててね多分嬉しいよねやっぱり見てるんだよいつもみたいなさ。うん 言われてま人た。それもナイスなフィードバックだよね。フォロー me に言うん、っていうだけでね。可愛い,いからフォローしたとか言ってさ、<ん>ったらあわーとか言ってすっげり喜んでどれどれどれみたいなさ。<laughs> <laughs> そう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 。そうね。そうですね。もっとポジティブな感じでいきましょうよそうですね。はい。ということでこ皆さんもいつもコメントありがとうございます。ありがとうございます。皆さん <laughs> ポジティブなコメントありがとうございます。 はい感謝しております読んでます読んでますよということでそんな感じですか、はい、そうですよ今回はそんな感じですかねすかはあ、それではえー、っとはい。今思い出しています OK <laughs> <laughs> さっきやったなアンカーはいポッドキャストはいアマゾンプライムアマゾンアマゾンプライムアマゾン アマゾンミュージックやアマゾンミュージックはい。そんな歯引き出しに笑いやがってよ。私さっきやったでこれそう、ということで私たちはアンカーアップルポッドキャストグーグルポッドキャストアマゾンミュージックグーグルスポーティファイの五つで配信してますのでもちろん YouTube も いうかのののみささんのチャンネルであコメント YouTube でしか見れないのあ,あれそれしか飽きないのできない,のかないやーそれはちょっとね他のストリームでさしも1個にしかコメントが見れないってんかあれじゃんもっと、ね、あのねあれを ApplePodcast はレビューがつけられるのよ。 ああ、でも、それはさ、チャンネルに対してね。そうだね、一個一個のエピソードではないんだよね。もしかしたら、スポティファイでできるのかもしれないけど、私、スポティファイ持ってなくてさ。持ってる、スポティファイ。ん、no。だよね、そう、多分、スポティファイはね、なんか、こう、コメント残すよ。あ、そうなんだ。そうそう、そう。そうか。まあ、メールでも。そうだね。質問。あ、メールでもいいね。メールでも、なんか。送ってくれると、励みになりますね。 そうですね。なんか今後やっていくあのガスになるよね。あ本当にそうなのガスよ。ガスガスガソリンな。ガソリンになる。うん。そうね。ということで、はいリクエストと会ってましたらメッセージでもくださいな。そうですね。はい。ということで、それでははい終わりますか。はい。せーの、おやすみなさい。